お疲れちゃんです。ラットです。今回もですね、徹底解説シリーズということでやっていくんですけど、今回紹介するデッキはですね、三十四デッキです。ということでこちらになります。で、まあ三十四といえば、まあこのガゴムレだったりギャングの入った三十四のイメージが結構強いと思うので、こちらのデッキを解説したいなと思うんですけど、まあ、ここのダークプリンスですね、ここが結構基本的には小ジョババの人が多いと思うんですけど、その僕は結構このダクプリの方がすごい使いやすいっていうかな、なんかなんだろうな、防衛が結構しんどいんですよね。このガゴムレとギャングと三十四しかないっていうのがあって、まあ、ディガーでも防衛できるんですけど、この小ジョババをダクプリにした三十四の方がもうなんていうんですかね、防衛もしやすいですし、今結構ギャングだったりやりゴブも多いんで、それに対してすごいダクプリが強いなと思います。僕はこちらの三種デッキを結構使っているので、まあこちらのデッキになります。で、あれですね、グラチャリ行こうと思ったんですけど入ってなかったということで、マルチ行きます。で、そうですね、三種子は基本まあエリクサーポンプを置きたい、置いてエリクサーポンプを守って、そのアドでしっかり戦う、何て言うんだろうな、後半巻き返していくっていうのが理想なので、ここはエリクサーポンプを置いていきます。で、そうですね、ここはもう守って、ホグにエリポンってことは相手はホグ三重子ですね。で、ここのエリクサーポンプをしっかり壊したいですね。バルキリーとここはまあザップってあげて、なんかダックプリ桜めっちゃもったいない感じがしたん で、ここは後ろからアイスゴール出して、ここでエリクサーポンプ回りましたね。相手なんや、バルキリーマスケホグのエリクサーポンプで、ここはまあまあまあ受けてあげて、エリクサーポンプをマジで壊せたら勝ちっす。相手多分ディガー入ってない感じなので、見た感じで、バルキリーとマスケットで、ここにエリクサーポンプにディガーを飛ばすと、多分バルキリーが、ああこっちに使ってくれた、おいしい。で、これはザップってあげて、よし。で、ここも防衛で、右側のマスケはまあ、おお、なるほどね、なるほどね。で、これはカウンターにつなげたいので、このアイスゴール意味なかった、これはカウンターにつなげて、ああなるほどね、ヤナメか。ヤナメのポンプ入りホグヒリ、ホグヒリやない、ホグフリーズですね。なんで相手は多分スペルがないと僕は読みました。そのフリーズとヤナメしかファイボだったりポイズがないと思うんで、ここでエリクサーポンプしっかり貯めて三次展開で、ここの攻めで決めたいですね。で、多分また来た、温泉コントロール。三重子2体の方はバルキリーで処理されるので、ここはもう右側を攻めたいところです。でもあれですね、これザップでマスケット残ってほしい、やられ、おお、なるほどね。ですけどやっぱファイボだったりそのポイズンがないことによって相手結構しんどそうですね。これ単体囲む、相手が矢の羽使ったので、でまた後ろから三重子、よしよしよし。でもここは一応守ってあげて、これにフリーズを使わせたいですけど、ああこれはもうあれですね、僕落とされる、落とされますけど、相手はもうこれで攻めれないので、攻めれないというかフリーズを使ってしまったので、三重子の防衛がしんどいんですよね。で、変に矢の雨も使えないですし、ってなるともうこれ三重子を出してあげれば勝ちですね。よいしょ、多分勝ち、待って、勝ちじゃない、まだ勝ちじゃなかった。オッケーオッケーオッケー、なんだろう、全然解説できない、全然解説できてないですけど今の、まあ、フリーズ相手だと、なんだろうな、本当にエリクサーポンプ置いたもん勝ちですよね。だって相手がエリクサーポンプを壊せれないので、本当にもう前半エリクサーポンプ置いて、まあ、できるだけ耐えて、もう後半に一気に攻める感じでいいかなと思います。で、ここはエリクサーポンプ置きたいので、相手が何かしてきたらそれにまあダクプリかディガーで防衛する感じなんですけど、相手が何もしてこないので、そうですね、ザップを
使ってエレクサポンプを置きたい。でここはここは別に正面のキング正面にエレクサポンプでも良かったんですけど、なんか防衛してるのにそのまま、なんだろうな、なんて言うんだろうな、なんか気持ち逆サイ置きたくなりますよね。ジェイアンとかが来たら、これ美味しい。でこれは逆サイに釣ってあげてしっかりこのジェイアンと防衛。しかも相手ファイヤーボール打ったので、あーなので、ね、やめ入りですね。 OK。 いやこのダックプリやば、わざわざ戻ってきたやん。しっかり防衛して相手はやめファイブザップのジャイプリプリ、まあ、ジャイダックプリメガゴといったデッキなんで、まあ、ディガーは入ってないですね。なんでまあエリクサーポンプは後ろに置いてあげたい、まあ、ダメージ受けてない方に。でまたジャイが来たらダックプリでしっかり防衛します。でここは待って、このメガゴやだ、ジャイで押してくれてターゲットが変わって OK、 ターゲット変わってここ防衛したい。このジャイの殴るのが結構痛いんですよね。でここはまあザップ打ってあげて、あいじゃん、よしよしよし、結構まあダメージ受けちゃってるんですけど、ここでまたエリクサーポンプを置いていけば流れをつかめますね。本当にジャイに対してはどれだけ前半耐えれるかなんですよね。なんでエリクサーポンプを置いた後の防衛をもう全力でいきたいところです。で相手がサンスペってことは別にガゴ群れを先に出してしまっても意味がないんですよ。そのヤーメでシュンって飛んじゃうので、相手がこのギャングに対してヤーメを使ってくれたらそこでガゴ群れを出します。で使わなかったらもうガゴ群れを出したらダメです。でこのディガーもただのカード回しです。でまだやばい、よくない。でここはしっかり受けてあげて、この右のガゴは無視ですね。相手はここで多分攻めてくる感じなのでしっかり防衛したい。よし、でディガーも全部防衛に使ってあげて、でここでやめ、よし、さっき使わないとか言ったんですけどエリクサーをリードしてて相手が結構ギリギリなので、ガゴ群れを出した後にすぐやめって飛んでこないんですよね。なんて言うんだろうな、ザップみたいに上からパンじゃないんで、でなんでその分ガゴ群れが結構殴れますね。やだ、あー、まあまあ、でここはよしよし、もうこれを無限に繰り返します。繰り返すというか、待ってやばい、こんなエリクサーポンプやばい、甘えた、ここ守りたい、ここはもうしっかり守る、しっかり守る、もうディガーも全部防衛に行きます。でここで守ってあげれば OK、 OK、 一発ない。しかも相手今ダックプリサイトってことはプリンスしかないんですよね。お、プリンスもない、ってことは陸が刺さるんで、よし、でここはしっかり逆サイに釣ってあげる。でガゴ群れを出してもいいんですけど、しっかりザップでまあカード回してしっかり陸を受ける。であとはまあギャングを出して、あと115なんでディガーとザップ でこのディガーの位置も、ああ待って、やばい、そんなことある、ちょ、もうそんなことあるか、いやこれはまあ引き分けに終わっちゃいましたね。あのディガーの位置ですね、ずっと僕奥だったり基本手前に出すんで、あの内側とかに出してあげると結構読まれないんですけど、たまたま相手の出したダックプリにターゲット取られちゃいましたね。いやーまあまあまあ、サンスペに対してはまあこんな感じですね。もう小ジョババだとこれに勝てないんですよね、僕は防衛ができないので、結構今の試合もダックプリでずっと防衛していた感じなので、まあジャイに対してはエリクサーポンプを行って本当にもう全力で守るですね。で繰り返していくと、今さっきの僕のギャングとかに相手が矢の飴打ってくれたりするんですよね。そしたらガゴ群れを出していく、それで5来たらまあ30死だったりがまあ理想の形でしたね。でまあ理想の形にならなかったんですけど、まあその分エリクサアドバンテージを取って、まあ、急に30死を出してそこに防衛、なんなら30死を出さないと結局、出さなくてもいいんですけど、ちょっとリズムを変えたいっていうのがあり30死を出しましたね。でここはもうエリクサーポンプしっかり殴りきたい。おお、読まれましたね。これザップ打ってあげたら多分一発、まあまあまあ。でアイスグローを出して、まあ、カード回して
おお、なるほどね。ここでも一回エリクサーポンプですね。でペッカのエリクサーポンプってことは三重詩っぽい、ペッカ三重詩っぽい。でもその三重詩に対してもこのダークプリンスがすごい優秀なので、やっぱそうだよね。これが小嬢ババだと結構もうフォアこんな感じなんですけど、ここがおお、うん、待ってー、やばい、終わった、終わったゲーミング。でもまだまだ参ります、まだ参ります。ここ、なるほど、ね、待って、まだ参りたい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 。え、ちょ待って、ほんまにやだ、もうガゴムネ出しておけばよかった、もうまたボツや。だっていけ、またボツ、またボツがもうさっきもしてて負けちゃったんですよね。ということでもう一回行こう、もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回行けばいい。よしよしよし、今のは今のはドンメスだ。だってペッカ置かれて三重詩出されたら三重詩固めますもんね。あれはもうしょうがないです、あれはドンメスです。はい、ということで次行きます。でこれも次にエリクサーポンプがあるのでアイスゴレムか、まあ、ザップを出して、まあ、回したいところですね。まあアイスゴレムがいいかな。でまあエリクサーポンプ置きたい。うん、縦の選手ね、なるほど、なるほどね。このエクサモップを守りたい、これはいいです、これに5ザップ打ってくれるのは全然大丈夫です。よしよし、で、まあ、今1ヤードを取りましたね。で、まあ、たまになんかもうマルチだるいなみたいな時はここで相手は5ザップ使ったので、ここでもう3次子いきなり出したりするんですけど、さすがにそれはやんちゃなので、まあ普通にカード回しの攻め。おー、もうなんかまたしんどいの来たな。相手今度3スペのじゃあいいか。でこのミニペを逆サイに釣ってあげて、おこのマスケは無視ですね。で、うん、でここも、まあ、無視ですね、無視しかできないですね。マスケミニペの5ザップウッド、5ウッドザップホグ、なんか珍しいデッキですね。まあしっかりもうこういう相手にもエリクサーポンプ置いて、まあ、守っていけば絶対絶対勝てる時が来るので、まあ、勝てるか分かんないんですけど、その可能性が見えてくるので、三重詩って絶対勝てない相手っていうのが存在しないんですよね。でここでワンチャンの端前三重詩とかをしないと、いやまだまだダメだ、まだダメだ、このテスターがあるんであんまり攻めても意味がない、一回様子見ですね。ああなるほどね、今のはもう絶対打ってくると思ったのでギャングを割くことができなかったですね。でこの左の三重詩は多分ミニペッカで防衛されるかな、なのでこの間に右をしっかり攻めたい。おーん、なるほどね、いやこれは惜しい、左めっちゃ刺さってる、しかも今相手ファイボーとザップを使った。でまだまだエリクサーボンボンってます、ここでなんかしちゃうと守れないです。でもザップ使って一回防衛、やばい、だってリガー、あーやばい、今相手ギャング使った、相手ギャング使った、使ったということは攻める、相手が勝手に攻めですごい使ってくれるんですよね、スペルだったりを。でここの防衛ですね、ここはマジで防衛したい、ここのホグを防衛できれば勝ちまである、もうザップ使っていい。あ待って、音声コントロール来た、もうなんでなんでや、最近携帯がおかしいんですよね、僕の携帯本当におかしい。でまあ、しっかり形を整えながら、あー待ってリガー使ったの痛かったな、まあ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 、することないすることない。でここでギャング出したらよくないよくないよくない、待ってよくないよくない、あー音声コントロール、ちょ待ってほんまによくない、あーもう負けたやん、もうボツやんこんな、いやーなんだろうな、もう今のはもうしょうがないことにしますか。ミニペ入って、いやでもしょうがないこともないんですよね。勝つと方法としてはエリクサーボンボを行ってホグ来たところをしっかり相手読みウッドとかを結構してくれてたので、そこでまあダークプリンスだったり、まあ、ガゴムレで防衛して相手がウッドを使った後なので、それに対してディガーやギャッ
ディガーだったり、まあ逆サイにダックプリギャングなんかディガーギャングだったり、なんかウッド使ったからギャングで、ギャングにさらにザップ使わせて、今度逆にザップ使ったからガゴムレ出して、ガゴムレに5を足して三十四展開みたいな感じで、そのリズムを崩してあげれば全然三十四って、そのまあ3スペだろうが何スペだろうがどんな相手でも勝てる可能性がありますね。いや今回結構負けリプばっかになっちゃったんですけど、いや本当良くない、本当良くないんですけど、はい、また近々ちゃんと勝ったのを出したいなと思います。いや本当に時間ないんで最近、いやこれで、はい、許してくださいということで、またなんか聞きたいことがあればコメント欄で書いてくれればもうできるだけ返信するので、はい、ということで以上になります。バイバイ。